皆さんこんにちは。横浜市立大学附属市民総合医療センターのペインクリニック内科北原雅樹です。今日は肩こりだとか首の痛みだとかの原因になる首の歪みのチェックとそれに対するストレッチ法についてお話をしようと思います。まず首の歪みのチェックです。鏡の前に正面に立ちます。それでその時にまずチェックすべきことは、ここの肩の線が水平になってて顔の筋がまっすぐに通ってなきゃいけません。曲げていきます。まずこうやってずっと気をつけないとこうなっちゃったりこうなっちゃったりするので、ぐーっと曲げていきます。できるだけできるだけできる。でこれが角度ですね。この時の角度が右ですね。これがね。で今度左いきます。同じようにそしてこうぐーっと、ではこの首の左右に曲がらないことに対するストレッチです。左肩を伸ばすためには右の手を回してですね、できるだけこうぐーっとこう10秒間ぐらい、まあ、あまりこう反動をつけてぐいぐいやっちゃダメですよ。ゆっくりゆっくり戻すですね。同じように今度は逆をやります。ゆっくりですね。こうして鼻筋を通したまま肩を伸ばすような、あと自分でのマッサージがありますね。でちょっと横向きますが、こうやった時にですね、この首のこの耳の後ろですね、ここにこう太い筋肉があるんですけども、一番大きな痛みを実は出している筋肉というのはこの筋肉、こういうところをちょっとグリグリと痛気持ちいい程度に揉んである。ここのところより前のところを揉むといろいろと神経だと血管があるので、ここから後ろは実に自分で揉んで大丈夫です。その首が柔らかくなることによって、実はそれまであんまりよく治らなかった他のね、まあ、首肩だけじゃなくて腰だとか足だとかね、お尻、あの臀部のお尻の痛みだ、そういうのが改善したっていう人は僕ずいぶん見てきましたので、ぜひやってみてください。